スーツ。どこのスーツですか。でも石黒さんの方がお詳しいんじゃないですか。ねえ、はい、どうやって書くんだろう。マルヒ教えましょうか。え、うん、これね、あの僕がインターネットで買ってみたらね、太ったからね、お腹が出てサイズが出てて着れなかったので先生にあげたんです。個人的ですか。すいません。実は僕はあのインターネットで買ったんですけど、だからあの先生の方がお腹が細いんです。なるほど。おさがり仲いい。そして新品です。一回も着られませんでした。履いたら履けないんですよ。なるほど、はい、でも僕の今年のテーマはダイエット。でもそこを返品せずに、はい、ドアラにあげるところがまた優しい愛情がね、いやいや、もうですね、伝わるじゃないですか。そうだと思います。やばれちゃった。なるじゃあ今年もう今年から下ろした感じ。そうですね。あの前回のやつはあのマリンズの、クールと一緒に、はい、あの行ってもらってきてですからね、今度は僕があげたと。なるほど。じゃあこれを着て1年間頑張ってもらおうと。そうです ね、はい。だから商品は今度紺色のスーツでお願いしますね。なるほどね。黒、はい、はい、ね、何色かしらね、お願いいたします。あ、そういうのですか。あの前回は石黒さんにもらったの違うのね。あ、これは買ってもらったの違う。あ、前からのやつ。ここを買ってもらえなかったの。あ、構えねえよ。